на, сказать, на сцену выходят метаболические нарушения. Вот как раз, вернитесь, пожалуйста, на третий слайд, туда. Как раз мы поговорим о метаболических нарушениях более подробно. Сейчас дальше. Вот это митохондрии, разрушение ультраструктурных, ультраструктурные изменения митохондрий, силовые станции клеток, системы, которые продуцируют энергетический фон, молекулы, которые АТФ, которые разносятся и являются источником энергии в организме. Так вот, было показано, что инкорпорация цезия 40-50 бекерелей на килограмм, следующий слайд, приводит к снижению активности одного из основных ферментов этого энергетического цикла, креатинфосфокиназы, в два раза. Вот таких детей, когда я работал в Гомеле, когда я жил в Беларуси, было очень много на этой территории. В самом Гомеле, потому что средний уровень содержания... 多くの子どもが例えば5メリ、でですね、幼稚園でも1995年、1キロあたり30ベクレルなといった、子どもたちを見てきました。こういった子どもたちがこのような、大きな、健康被害を受けているわけです。そして、突然死の危険が高まります。私の、学部 でもですね、突然死が起こったということを聞いています。しかし、統計的なデータはないんです。だってもちろん、このしかしこういった人々を、守るためにですね、こういうデータが必要なんです。こういった人々は大変長期間にわたって放射線物質にさらされ続けています。このこのデータに、この調査によりますと、心臓、子どもの心臓にと生存の成人の心臓に、及ぼされている影響がよくわかります。これは心筋細胞ですね。人々の心筋細胞にの写真です。ある人が、突然亡くなったんですが、これはここに見せ、お見せするのは大変特徴的な写真で、私、数日前にウクライナの科学者の調査を、見ました。動物の、6つのレベルを、6次元ですか、例えばですね、1キロあたり、50から60ベクレルの、放射性物質を持っている動物を見ますと、こういった動物が、いまだに、見られるわけです。そしてこれが、生体内にこれがあると考えてみてください。いかに危険なことでしょうか。この長期間にわたって放射性核種を取り込み続けるという、危険はですね、このまま隠し続けていくわけにはいきません。というのは、私どもの血管系統も、大きく損なわれ、その結果として利病率が上がり、死亡率が上がり、セシウムの、放射性汚染、が行われるからです。そして汚染地域に住む人々はもちろん、慢性的に、腎機能異常に悩まされています。そしてこういった人たちは長生きできないです。そして非常に、重要なことですけれども、これらの人々のたくさんの病気に、の根底にある問題、これはちょっと早めに、ちょっと手短にまとめていきますけれども、これ先天性異常のですね、2000年から2008年までの表を出しています。これが先天性の心臓異常、心臓障害、
ですが、次のスライド、これが、障害、先天性障害の、例です。こういった臓器がですね、体の中のすべての臓器に、遺伝的な異常があり、それがこれが放射性セジウムで、引き起こされているわけです。ここでハムスターを見てみましょう。セシウムに、被曝したハムスターです、これは非常に簡単に、引き起こされてしまうものなんです。こういった異常はそこで、この胎児をですね、胎児がですね、こうやって、変異を起こしていくわけですが、人も同じなわけです。母親と新生児について、これ、この母子疾患によって免疫系が弱り、肺ですとか、肺の疾患につながり、新生児は、出生後1週間以内に死んでしまいます。そういうことが多いんです。皆様ご想像もつかないでしょう、この眼科の医師、この話、このメッセージを、話するのすごく難しいんです。皆さんに、お伝えするのが大変難しかったんです。最近でこそ、皆さんの、にお話する機会が増えてきましたけれども、放射性セシウムは、基本的に、全ての臓器に影響するということなんです。さて、人々の健康を守るための、防護の、基準ですけれども、まずこれは線量が問題ではない。人々の体内に何があるかが問題なのだということですね。で、その、私どもが、調整分析センターエコロジーと健康というものを、作りましたが、私どもは、この放射能汚染地域における総合的生活モデルというプロジェクトを、作りました。この目的はですね、汚染地域に、恒久的に暮らしている人々を守るための効率的なシステムの作成です。これをやるためにもちろん、いくつものたくさんの、具体的な方策が必要です。一つは、この地域の実際の汚染レベルを、把握することというのは、昔はその正確な、汚染地図なんてなかったんですから。なので、この、汚染地図をしっかりと作成することです。そして次、2つ目、食べ物です。これは、住民の食べる、食品の中にセシウムが入ってないようにすること。3つ目、情報ですね。これ人々に情報を与えることは大変大切です。何をすればいいのか、どのぐらいのレベルが危険なのか、だって、普通の人々はそういうことを知りませんから、きちんと教育していかなければなりません。国際社会も、です。さて、これが私どものウェブサイトです。こちらに行っていただければ、チェルノブイル -today.org、 このウェブサイトで、たくさんの有用な情報を得ていただけることだと思います。そして、病院ですね。病院は、この病院では、人々を治療する、手段がなかったんです。ミッシェル・リバーシー、彼女は、
もう私もう何と言ったらいいかもう言葉が見つからないくらいです。もうこれ冗談かと思われるでしょう。これご覧ください。これが、中央病院なんですよ。これがその地区の中央病院なんですよ。冗談じゃありません。これがもうバラクじゃありませんか。これがこれが厨房、先ほどのが手術室ですね。これが現実なんですよ。もうこれ私お見せした時、彼はもう言葉を失っていました。もうあまりにもその放射性防護のヘッドであってもこの現状を知らなかったのです。こんな状態にいる人々がいるなんて想像もできなかったわけですよ。はい、そしてこれがプランです。これは私たちがこうなってほしいという理想の形です。現代的な医療センター、でもこんなことものを私たちが作れると思うでしょうか。この資金はどこからどうやって手に入れられればいいんでしょうか。これはそのだけの資金を得られるかどうかは、怪しいと言わざるを得ません。だって、原子力の専門家から お金を工面するっていう以前までは進むんです。その先がお金が問題なんです。そして、リハビリセンターですね、循環系の子どもがいる子どもたちは大変多いので、そしてその全ての子どもたちを、どうにかして治療してあげなければならない。そして治療した後、すでにもうその後は汚染された食品を食べなくてもいいようにしなければならない。母子母子の、を守らなければなりません。そうすることによって、代謝系をの問題、そして先天性の問題を解決することが初めてできるわけです。汚染されていない食品という点では、これは、放射性各種に長年さらされてきた、生物なんです。その甲状腺ですとか、脾臓です、膵臓ですとか、まあ、そういった、臓器への影響、これが、そういったものを治していかなければ今後の人々の健康はないのです。ありがとうございます。